黄金の十三は、東京草原社が刊行した全十三冊の推理小説シリーズ。1991年から1995年にかけて刊行された。1988年から1989年の相川哲也と十三の謎。1990年から1991年の草原ミステリー90の後を受けて刊行が開始された。 若竹七海、篠田真弓、ぬくい徳郎はこの奏書でデビューしている。この奏者の観光開始と同じ1991年には、高級的なシリーズである草原クライムクラブの観光も開始され、2009年6月現在も観光が続いている。戸松厚く、県とバラの夏は黄金の13での観光が予告されていたが、 観光されず、二千四年五月に草原クライムクラブの一冊として、観光された。観光順、北村香織秋の花若竹七回僕のミステリーな、日常委員高広祭事期有リ川アリス総統の悪魔、山口孝一モルダウ川の淡い影逆山ように、解明、篠田真由美子白の城の殺人第二回、相川哲也小最終候補作石川、新助越前の女、 加納智子コ魔法飛行、ヌクイ特労同国第3回、相川哲也賞最終候補作山口正也、キットピストルズの妄想マザーグースの事件簿、足部宅殺人喜劇のモダンシティ混同、踏みエ眠りネズミ、折原はじめ誘拐者井高博、山口光一以外の作品は文庫化されている。文庫化された作品のうち、篠田真由美と足部宅の作品は、講段社文庫、 石川晋介の作品は公文社文庫、折原はじめの作品は文春文庫からで、他は草原推理文庫で文庫化されている。ありがとうございます。